はい、ちょっとカスタマイズのところ持ってきました。さっきのパーツのところどれくらいあの変わるのかみたいな、まだ調節してる最中ではあるんだけど、いろんな髪型とか顔型とか目の色とかが変えられる。おお、全然違う。違う。おお、眉毛もちょっとキリッとしたに。あ、可愛い。全然違う。あ、あ、大の好きな白髪の白髪？そうです、うん。シルバーっぽい。ね、あ、全然違いますね。おお、全然違う。髪色とか顔のね、お肌の色が。小麦色の健康的なやつとか。本当だ、メッシュがまたありますね。細かい。結構細かいっすね。あの左右で目の色も変えられるんですね。邪気眼できますね。うん、すごい。髪の色のなんかすごいいっぱいある。メッシュもできますね。あ、メッシュにかぶらない。で、これカスタマイズ例のやつですね。あ、衣装も全部変えられるんで。衣装もいろいろあるんで、楽しいですね、のこれは。キャラを作ってもらえれば。あ、女の子もやっぱりいっぱい。で、これ一応拳銃みたいなこともできますと。かっこいい、はい、女の子の二丁拳銃。結構かっこいいですね。ああ、かっこいい。で、でっかいモンスターにこうギミックを使って倒すところもあったりとか、うん、ドラム缶打つと周りが爆発する。うわー、びっくりしたね。あれ、びっくりしましたね。突っ込んできた。これがアサルトライフルかな、うんうん、で、これがあのガトリングランでこう、投げ倒すみたいなことを遊びとしてはできるんで。レーザーのガトリングかな。はい、一応あの光学銃と実弾銃っていうのも再現してます。はい、女の子が大きい武器持ってるのかっこいいですね。ロケットランチャーですね。これはフォトンソードですね。おー、スキル、ソードスキルみたいなのもあるんで。いや